コンビニゲー。今日は仕事も早く終わったし、一個前の駅で降りてみませんか。ここでルールを説明しよう。高円寺駅から歩いて帰宅するのが目的。ただし道中コンビニを見つけたらサイコロを振らなければならない。ボードには6つの食品が書いてあり、何を食べるかは運命のサイコロを振って決定。出た目がどんなものでも完食しないと次のサイコロは振れない。つまりコンビニがある限り腹に物を入れ続けなければならないという、まるでどこかで見たことあるようなそんな感じの客なんだ。絶対入る。見えちゃったら入るしかない。見えちゃったら入る。あれコンビニだと思って寄ってったら全然違ったらどうする。それは大丈夫。大丈夫。それは大丈夫。それは大丈夫なのだ。ローソン早速よし行こう。行きますか。19時40分最初の1軒目のローソン。ローソンお願いします。お願いします。めっちゃ腹減った、ね、めっちゃ腹減った。ファルコン遅えな。6個ぐらいパッパッパッと書きゃいいんだよ。何が書かれるんでしょう。いやね、多分ビールと弁当はマストだと思うんですよ。できましたよ。じゃあお願いします。でーん。ビール日本酒ジーマビール500、ウイスキー50、あ50なんかあるの。ワイン750。飲み物ばっかじゃねえか。いや、ま、俺飯食いてんだっつっただろうが。じゃあ狙いはビール500を2人で分ける感じで。4、あ6、あもう一番やなやつだ。もう、はい、もう俺酒そんなに好きじゃないんだから。じゃあ赤、じゃあ赤買っていく。じゃあ乾杯。完全なすきっ腹でワインが全く進まない2人。そこでバンディからこんな提案が。なんていうか今後のためにもほら見える場所にコンビニあるじゃないですか。ここは同じ位置にあったっていうことにして食べ物を手に入れないですか。これなくなんないですよ。だってそうだそうだ。ちょっと食べ物見てきてくれ。ちょっともう帰ってきてくれ。帰ってきてくれ。もう帰ってきます。帰ってきて。俺はもうここにいるから。くるくるさせたいよ。ワインとかだからこう。ほんとっすよ。こうくるくるさせてこう。いやいやいや、もう胃が痛い。もういやなんかね、お腹に溜まるやつがいいよ。とりあえずね。とりあえずなんか味噌汁とか飲みたいよ。いや違うな。汁ダメだよ。汁じゃないな。ラザニア。帰り。はい、お願いします。枝豆、6P チーズ、じゃがりこ、生ハム、バナナ、フリスク。あーし、5だな。5 2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 
買ってくるわ。オクピーチー食べましょうもん。あ、うまいね。うまいな、セブンイレブンは。うまいけどね、3個もいらないね。スタート地点ですよ、まだ。オープニングここで撮りました。スタートから約1時間、未だ出発地点から進めないメグインとバンディ。しかもだんだん酔っ払ってきて、ただの面倒くさいおじさんになっていく。いい感じだね。ここでメグインが何かに気づく。ポルシェだ。ポルシェですね。ポルシェだ。ポルシェだ。ファルコン、ポルシェだ。こっち取っちゃダメでしょ。なんで、ポルシェ取っていいよ。怖い、怖いおっさんが乗ってる。ポルシェ、怖いおっさん乗ってる。ポルシェ取っていいよ。いや、怖いよ。何怖いよ。いや、肖像権とかないから大丈夫だよ、ファルコン。白いポルシェ。あ、あれ、行っちゃったらほら、ナンバー映っちゃうから。わーおー。うん、何の護身術か、それ。おおーしょー、なくなるよ。よー、愚痴を言いながらも、二人はワインを飲み干し、次のコンビニへ向かう。着きました。はい、はい、はい。行ってこい。行ってこい、もう。あ、はい、お願いします。はい、ご要望にお答えして。でーん。ウコンの力、水、ご飯、L、おにぎり、水、2リット、何報酬。だからいいのはここだな、ワンツーだな。まあワンツーそうですね、おにぎりもセーフっす。あ、じゃあワンツーおにぎり、あ、2分の1で俺はいいわけだ。そうっす、2分の1ぐらいたやすいっす。はいはいはい、じゃあいきます。ほっ、5 なんで当てるんすか、吐くよ本当に。じゃあちょっと水買ってきてください。はい、
はい、お待たせしました。最初からご飯食べたいって言ってたんで。もほら、浄化しないとお酒。じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。じゃあ、次行きますか。行きますかっていうか、帰るキロに着きましょう。全然減ってねえじゃねえか。僕らは今、帰ってるんですよね。帰ってるよ。だからさ、次はさ、もうなんか知って固形物にしてくれよ。あーもうファルコンはそういうのこうだ。あれ、サイコロどこ行った。次回、めぐみサイコロをなくす。見てね。